皆さんこんにちは、ソリ留学です。本日はタイトルにあります通り、キャビネットメーカーとしてオーストラリアの永住権取得を目指されている方へのインタビュー動画となります。本日はゲストとしてキャビネットメーキングコースを実際に取得されている C さんにお越しいただきました。皆さんよろしくお願いします。はい、ということでソリ留学の YouTube を多分見ていただいている方は、もしかしたら C さんのことをすでに見たことがある方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、以前ワーキングホリデービザの動画に参加していただいたんですけれども、実は今学生ビザでキャビネットメイキングのコースを取得されていて、今後永住権取得に向けて頑張られているということで、今回こうオーストラリアでそのコースを取られたきっかけだったりとか、実情っていうところと、あとはお仕事もされているというところなので、こちらについてどんどん聞いていきたいと思うので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、まずはちょっとこう、初めて C さんのことを見られた方に向けて、自己紹介と、あとは簡易的に、これまでの経緯として、いつ頃オーストラリアにいらっしゃったのかとか、あと日本に何をされていたのかっていうところについてお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、オーストラリアには2019年にワーホリーで来て、そこから3年ファームとかも経てワーホリー生活をして、でコロナっていうのもあって、やっぱ日本に帰るよりはオーストラリアにもうちょっと長くいようかなってことで、学生ビザに切り替えて今って感じです。なるほど、そうですね。でもだって最初に多分お会いしたのに、それこそコロナになった直後くらいでしたね。そのワーキングホリデービザの時にお会いして、そこからずっとソリ留学を使いいただいて、ありがとうございます。ね、長い。そうですね、ありがとうございます。お世話になってます。日本では全然、それこそキャビネットメーカーとは別のお仕事って感じですか。全然違う仕事をしてて、日本では、音楽関係の会社で働いてたので、全く家具職人っていう感じではなかったですね。白髪でなんかこうマネジメントみたいな感じです、アーティストについて仕事する感じだったので。ちなみにその日本でこう社会経験を積んでいた段階で、オーストラリアにまずそもそもこういらっしゃった経緯というか、なんでオーストラリアに来ようと思ったかみたいなところってありますか。オーストラリアに来ようと思ったきっかけは、その家族で昔旅行したことがあったっていうので、その馴染みがあったってだけなんですけど、やっぱり実際来て働いてみて、その働きやすさとか、なんか治安だったり天候だったり、あとなんかその何ですか、年金の制度だったり、やっぱなんか日本とは違うなっていう、なんか住みやすそうだなっていうのが、やっぱ5年いてひしひしと思いますね。5年ですもんね。5年になりました。ブリスベンにずっと5年ってわけでは、ワーホリの時は結構うろうろしてて、で学生に切り替えるタイミングでブリスベンに来たので、今2年半いますね、ブリスベン。はい、どうですか、ブリスベンと他比べて。やっぱりたまにシドニーとか遊びに行くと綺麗な街だなと思うんですけど、やっぱり住みやすさとか考えるとブリスベンやっぱいいなって思います。本当に僕も旅行いろいろ行った中でブリスベンが一番好きなので、今後もできればブリスベンで永住権が取れればいいですけど、そこについてもちょっと後々お話をしていきたいと思います。はい、ちょっとまず一つ目のご質問の方に移っていければと思うんですけど、これでなんとなくこう C さんがどういう方で、どういった経緯オーストラリアにいらっしゃったのかっていうのはなんとなく分かると思うんですけど、ここでそのキャビネットメイキングっていう、日本語で言うと家具職人っていうようなものになるんですけど、このコースをそもそも取ろうと思ったきっかけというか経緯みたいなのもしあれば。対人じゃないっていうのが大きくて、それってプラスの意味ですかね。プラスの意味でです。なんかその自分の作業に没頭する職種の方が今後は自分に向いてるかなって、新しいことだったので、自分の中ではそうですね、それが一番大きいです。職人気質じゃないけど、一つにフォーカスしてみる。ちなみにその今勉強してるからなんとなく何をするかって分かると思うんですけど、やる前に、コースを取る前にキャビネットメイキングがどういうものかっていうのってなんとなく分かってました。その TAFE の、今 TAFE に通ってるんですけど、TAFE の、オープンキャンパスみたいなのがあって、実際にその授業の様子を見学する機会があったので、そこで初めて見ました。で実際にその TAFE の先生に質問攻めにして、2回ぐらい確かに2回行きました。2回行ったんですけど、そうですね、だったそういう感じでした。実際に、ちょっとコースを取り始めて最初に思ってたイメージとコースを取ってから変わったところ何かあったりしますか。意外と重いもの持ったりしないなって感じです。結構力仕事覚悟してたんですけど、意外となんか
作ってるものがそんなに大きくないっていうのもあって、うん、そんなに女の子でもできる、うん、できるなって感じです。それ結構でかいですね、うん、今やっぱりこうお手数とかやっぱり増えてるんですけど、キャビネットメイキングのコースで女性の方が意外とやっぱり8割方だったりするんです。一番多い質問ってやっぱり結局力仕事ですよね、うんうんうん、女性でもできますかっていう質問多いんで、そういう意味では全然問題はない、まあないとは言う、まあまあそうですよね、もちろんないとは言わないですよ。あまりあるかもしれないですけど、そんななんかね、一日中力仕事ではないですね。女性の方ってどれくらいいらっしゃるんですか？今私のクラスが14人いて、14人中4人女子です。結構いるんですね、うん、まあ3分の1ですか、前なんか話聞いた時2人ぐらいしかいないって学校の先生が言ってたんで、うん、あ、じゃあ増えてるんですね、割と。なんかこうちょっとだけ何だろうな、固い話になっちゃうんですけど、うんうん、コースの概要というか、まあ、入ってからどういうことを学んだとか、うんうん、課題の内容みたいなのがもしあれば、うんうんうん、一番最初は何か何ですか、何ですか、手作業から始まって、はいはい、ノコギリみたいな、ノコギリみたいなちっちゃいことから始まって、うん、で何かどんどん危険な、なんか手を切断してしまいそうな、ああ電動関係の、電動のやつに移っていきます。今1年目なんですけど、2年目になるとパソコンで設計して、プログラムで、うん、そういうのもやります。じゃあそのプログラム系は割となんかそういう専門知識というか、うん、数学的な知識っていりますか？でも意外ともうできてて、数字をただ入れるだけって感じです。ああ、なるほど。じゃあもうプログラムがあるんで、うん、必要なサイズに合わせて入力していくみたいな、うんうん、入力していく感じ。なるほど。そう、算数苦手なので、それもちょっと心配だったんですよ、私。算数って感じがそうですね。数学もちょっと不安だった。カットで決してバカにはしておりません。まあ、今日の多分結構一番メインのポイントというか、まあ、他の学生さんとちょっと違うケースとして、キャビネットメイキングのコースって経験がない方が多いんで、在学中にお仕事をもらえることってあんまり多くは正直ないんですけど、ちいさん今回始まって2ヶ月ぐらいですか？始まって2週間でお仕事、2週間でしたっけ？お仕事決まったんですよ。2週間で決まったっていう驚異の経歴のちいさんに、まあどうやってまず仕事を得たのかってところと、まあ、実際にどういうことをしてるのかちょっと聞いてみたいんですけど、うん、どうやってまず見つけたんですか？お仕事は本当にラッキーで、その知人のカーペンターの方がなんかキャビネットメイキング誰かバイト探してるよみたいな感じで紹介していただいて、でもうすぐ電話して、すぐ工場行って、すぐ履歴書渡して、あ、行きました、あ、なんか電話したら、あ、来ていいよみたいな感じだったんで、もうそのまま行って、でも今パートタイム、フルタイムじゃなくてパートタイムの時給で今やらせてもらってます。お仕事内容最初はどんな感じで始まってたんですか？最初はもう本当にお掃除とかから始まって、なるほど。でも今はもうドリルとかも使わせてもらったり、最近分かったのが、そのファクトリーに勤めてるんですけど、はい、ファクトリーもなんか大中小ってあって、うん、私のとこめっちゃちっちゃいんですね。あ、そうなんですね。ボスともう一人と私なんですよ、ほぼボスのワンマンって感じ、うんうんうん、あと二人サポートしますみたいな、うん、3人なので、なんか全部やんなきゃいけないって言って、でも逆にじゃあいろんなことできていいですね、うん、なんか、あ、こういう風に回ってるんだなってこう全体的に見れてるので、うん、そういう意味ではラッキーだったなと思ってます、うん、確かにあんまりそういう機会ないですもんね、うん、他に学校のコース通われてる方で在学中にお仕事をこう得られた方っていらっしゃるんですか？と14人いて1人だけもう最初からそこで働いてるなんか経験者のブラジルの男の子がいて、はい、でその後私が仕事もらって、でその後もう一人取れもらったかなって感じです。じゃあやっぱり在学中に仕事が見つかるかっていうと、まあ、本当に運というかタイミングによってって感じですか？結構みんな、履歴書配ったり結構頑張ってたんですけど、やっぱ経験って言われちゃうみたい。あ、そうですね。まあ、これは何だろう、キャビネットメイキングだけじゃなくて、まあ専門職だったら大体経歴を聞かれると思うんで、まあ本当に稀なケースというか、まあでもコネクションが重要っていうのはこれでよく分かったっていうかですね。まあ、あとは本当に自分でどれだけ行って、それこそ工場に行ってとかマネージャーさんとお話ししてっていうのが、まあどの職種でも言えますけど重要だったりしますよね。なるほど。ちなみにそのどういうものを作ってるのかとかってあります、うん、あります。授業で作ったんですけど。あ、これですか？ベンチ植物が載ってますけど、あとまな板とかも作ったんです。あ、
これもなんか最初はこういうものかみたいな感じですか。うん、なんかこれ 1,2,3,4,5,6 個のピースの木だったんですけど、あ、もうこれをくっつけて、バナ板を作ったりしてます、授業では。でバイト先では、キッチンだったりクローゼットだったり、はい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 、結構もう大きいですね、がっつりとした、うん、やっぱりファクトリーによって何をやるのかっていうのは変わってくるって感じですか。そうですね、でも多分大体がコマーシャルのこういう、うんのやってるファクトリーが多くて、その机とかベッドサイドテーブルとかそういう、うんうん、ちょっとファンシーな感じの可愛らしいのっていうよりかはもうキッチン、バスルーム、デスクみたいな感じです。実用性のある、基本的にはひたすら箱作る作業ですね。そのキッチンの立て付けの家具とかも結局箱じゃないですか、四角い箱をいっぱい作ってます、うん、そうですね、引き出しも箱だし棚も箱だしみたいな、うん、箱を作れるようになればって感じです。箱を作るならとりあえず1人前として働ける、うん、めっちゃ楽しいんですよ箱作るの。楽しいですか。もう没頭しちゃうんですけど。あ、じゃあ向いてるかもしれない。すごい楽しくって箱作るの楽しいんですよって人はあんまりいるかもしれないですけどすごい楽しいです。でもその箱を作れるようになるまでとかですけど、うんうん、どれくらいかかるとかあるんですか。コースをどれくらい取らないと立ってからじゃないとそのができるようになるの。多分箱は多分みんな作れるんですけど、はい、もうボスとかなんか 2,3 分で作るんですよね。じゃん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 ってもう結構綺麗なんですよ。私とかだとなんか15分とかかかって、でしかもちょっと変な隙間があるちょっと片付いたりこんなはずじゃなかったみたいなのがあったり、もうひたすら練習ですね。意外とコースで学んでる内容と職場で作るものって若干違かったりするんですか。コースでも一応箱を作る練習はするんですけど、うん、やっぱでも先生を見て真似るみたいな形状じゃないですか、うん、やっぱり学校だと、まあねうん、やっぱ実践的なのとはちょっとは違うかもしれない。でも基本的に箱を作る授業はあります。なるほど。でも基本です箱、うん、基本は箱を作る。じゃあまとめとしてはキャビネットメイキングは箱を作るコースっていう箱を作るコースです。まあ、かっこケースバイケースというか学校によって違いますということで、さっきあのコースは14人中大体4人ぐらいが女性って話だったんですか、うんうん、職場って、まあ、今のご職場多分人数的に分からないんですけど、うん、一般的には女性って、でも女性まだ会ったことないです。あ、本当ですか。じゃあやっぱり男性がほとんどなんですね、うん、じゃあまあこれから女性が増えていくかもしれないですね。なんかこうちょっと本当にリアルな現状としてそういう現場で、まあ、もちろんやっぱ男性が多いわけじゃないですか、うんうん、まあ、あのカーペンターとかもそうですけど、うんうん、一緒に働いててなんかこう不自由するじゃないですけど大変なところとかあります。なんで多分優遇してくれてるのか分かんないけど全くすごい快適に楽しくやってました。まあ、なんか言い方あれですけどお姫様じゃないけどカットでここカットででも全然 やりにくいなとかはないですね。なんてことで、まあ、ここまでこうコースだったりとか職場の現状みたいなところについてお話お聞きしたんですけれども、まあ、C さんの今後の目標というか何か今後の目標は、はい、まあ、スキルピザなりスポンサーなり獲得して、はい、受験を取って末永くオーストラリアで願わくはブリスベンで家具職人として働いていけたらなと思ってま す、ね、なるほど。ちなみに、まあ、今後は家具職人キャビネットメーカーとして永住権目指していかれると思うんですけど、まあ、これまでの今日のお話の内容を踏まえた上で、まあ、キャビネットメイキングとして目指される方もそうですし、それ以外でまあオーストラリアに留学だったりとか永住権を取りたいなって考えている人に向けて何かもしアドバイスとか、まあ、逆に注意点とかがあれば。アドバイスってそんなアドバイスできるほどじゃないけど、全然何でもいいですよ。本当もう行動あるのみ。間違いない。2年半とかC さんとはの中というか知り合ってからですけど、うんうん、でも本当になんか C さんは今は本当におっしゃっていた行動あるのみっていうのを体現しているようなお方なんでこれはもうワーキングホリデーの時の話もそうですし、今回のキャビネットメイキングでの話もそうですけど、本当にいろいろ調べられてキャンパスに見学に行ったりとかお仕事出しに行ったりとかっていうのはすごいなって思うんで、本当にその通りだと思います。行動あるのみですね。この動画のタイトルは行動あるのみの動画になりました。まあ、でもちょっと本当に今日の動画で結構キャビネットメイキングっていう、まあ、マイナーな部分にはなるんですけど、まあ、不透明だったところが結構分かったと思うので、うん、まあ、あとは今後の C さんのアップデートに乞うご期待ということで、はい、次は永住ビザが取れたのでまたインタビューさせていただければと思いますのでまあ何かあのこのキャビネットメイキングについてだったりとか、まあ、もしくは何かこう特別 C さんの経歴等でご質問等ございましたら、ぜひそれ留学の
まあ、各 SNS だったりソーシャルメディア、ウェブサイトからご質問いただいて、まあ、C さんの許可が下りれば C さんのこう状況だったりとか経験を、まあ、僕を通してでもいいですし直接かは分からないんですけどお伝えしていければと思いますので何かございましたらいつでもご連絡いただければと思います。はい、C さん本日はありがとうございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。Ha ha ha!